静岡県藤枝市立青島北小学校5年校池田です。5年田中相馬です。よろしくお願いします。私たちはペッパーを使って募金サポートをテーマにプログラムの作成に取り組みました。テーマを設定した理由です。昨年7月3日に静岡県熱海市伊豆山地区で大規模な土石流が発生しました。このニュースを見て、同じ静岡県民として何か協力できることはないかと考えました。その時にいろいろな団体を通じて募金ができることを知りました。しかし、毎年学校では福祉委員会を中心に募金活動を行っていますが、募金する人は少ないです。そこで、いろいろな社会問題に興味、関心を持つ人が増えて、学校だけではなくいろんなところで募金する人が増えてほしいと思い、プログラムの作成に取り組みました。主に関連する SDGs の項目はこちらです。募金については SDGs の問題の様々なものに貢献できるものだと思われます。ペッパーをどう活用するかを説明します。まずは募金をしてもらうためには、困っている人たちがいる状況を知ってもらう必要があると考えました。そこで最近特に問題となっている貧困、災害、コロナの3つに絞り、その社会問題についてペッパーが紹介してくれます。こうすることでみんなが社会問題に関心を持てるようになります。次にその問題で困っている人たちに募金をお願いするために、2つの方法で募金ができるようにしました。まず1つ目はペッパーの胸のタブレットにネットの募金先の QR コードを表示させることです。こうすることでスマホやタブレットから募金ができます。2つ目は現金でも募金ができるようにペッパーの隣に募金箱を設置して募金をお願いすることです。この募金箱にはペッパーと連携させたマイクロビットが設置されており、マイクロビットが入金されたことを認識してペッパーに信号を送り、ペッパーがランダムに感謝を伝えるプログラムになっています。募金箱のプログラムはこのようになっています。プログラムの流れはこの通りです。マイクロビットの詳しい説明は次の動画をご覧ください。今から募金箱の仕組みを紹介します。マイクロビットは明るさの値が20以下になった時にペッパーに信号を送る設定になっています。ライトに照らされたマイクロビットの上をお金が通過した時に光が遮られ暗くなったことをペッパーに送ることでペッパーがありがとうと言ってくれるプログラムです。募金をしてくれてありがとう。ここでお金はすぐに通過してしまうためマイクロビットが暗くなったことを認識しませんでしたが、サーボモーターを使うことでしばらくお金を貯めておき、暗くなった時にモーターを動かしてお金を募金をしてくれてありがとう。それではプログラムの実演をご覧ください。紹介募金モードを選択します。貧困か災害かコロナを選んでね。災害を選択します。災害がね、2021年7月に静岡県熱海市で大雨による土石流が起きました。熱海市は災害によって発生したゴミの処理や生活必需品の配布など元の生活に戻るための支援をしています。また静岡県から宮崎県にかけて起こると予想されている南海トラフ巨大地震の被害予想地域はとても深刻で、青島北小学校の周りでも震度6強から震度7まで揺れます。震度6以上になると人が住めなくなるほど壊れてしまう建物もあると言われています。そうなると私たちも募金などの支援が必要になるね。なので今困っている人たちのために募金をお願いします。今回は赤い羽共同募金に募金してね。現金か QR コードから募金できます。 QR コードを選択します。赤い羽共同募金だよ。現金を選択します。隣の募金箱にお金を入れてください。お金を入金します。募金をしてくれてありがとう。募金箱のプログラムはそれ自体をループしてプログラムを実行できるため、街頭などの募金活動にも活用できます。工夫したところは2つあります。ペッパーとマイクロビットを連携させたことと、募金の呼びかけにペッパーの集客力を利用したことです。苦労したところは2つあります。 QR コードと URL をリンクさせたことと、募金箱のマイクロビットの装置を作成したことです。作成したプログラムを1月12日より学校で実証実験を行いました。そこではみんながペッパーに感謝を伝えてもらえるため楽しく募金活動を行うことができ、5560円の募金が集まりました。その様子をご覧ください。募金をしてくれてありがとう。すごい、めっちゃ入れてくれた。ありがとうございます。募金をしてくれてありがとう。ありがとうございます。募金をしてくれてありがとう。まとめです。この活動を通して社会問題や IoT の仕組みを勉強することができました。また学校での募金活動を通してみんなが社会問題を知り助け合いの心を持ってたのではないかと思います。今後は公共施設での募金活動を実施したいと考えています。以上で僕たちの発表を終わります。ありがとうございました。
フィードバックをさせていただきます。NGO 職員の家高舞と申します。今回は素敵なアイデアを考えてくださりありがとうございました。私からは作品の良かった点と、ここを改善すればさらに良くなるのかなと思った点についてお話しさせていただきます。まず良かった点について2点あります。1つは募金活動にペッパーくんを活用することで募金がしやすくなるのかなと思った点です。募金ってなかなか一歩踏み出しにくかったりするのかなと思うんですが、ペッパーくんがいることによってペッパーくんがどういう反応するのかなとか楽しんでもらえるので、一歩踏み出しやすいきっかけになるのかなと思いました。2点目なんですけど、ペッパーくんが社会問題についても紹介してくれるという点です。募金をするときに同時にその課題についても知ることができるので、意義をきちんと理解した上で募金ができるのかなと思いました。次にここを改善するとさらに良くなるのかなと思った点についてです。社会問題の紹介動画の内容についてこういうのも含めるといいのかなと思ったのが2つあるのでお話しします。1つは募金の目的が具体的に分かる内容を含めるという点です。例えば災害の概要だけではなくてそこに住まれている方々が何に困っていて募金をすることで何が解決できるのかということを紹介動画に含めるとお金が具体的にどういうふうに役に立つのかが分かりやすいのかなと思いました。次に、可能であれば困っている方々の実際の声も動画に含めるということです。課題をその実際困っている方々の声を通して聞くことによって募金する方がとその方の距離が近くなるので、募金してくださった後も継続的にその課題に興味関心を持っていただけるのかなと思いました。最後にこういった募金というのは、災害が発生した後に、物資支援に使わせていただいたりですとか、心のケアなど中長期的なサポートにも使わせていただきます。この作品は多くの方々に一歩踏み出すきっかけを持ってもらって募金してくださるような機会を作る素晴らしいアイデアだなと思いました。これを通して一緒に様々な社会課題を解決していけたら嬉しいなと思います。今回は改めてありがとうございました。